ってるような仮装はできないけど、カチューシャ、つけます。見えないか、カチューシャでもつけて配信します。カチューシャ、ちょっと B ハロウィーン、かぼちゃでも、かぼちゃじゃないなんかコウモリみたいなのつけて、前髪がさ、伸びすぎてやばい。注射つけました。ハッピーハロウィンって入れたい。ハッピーハロウィン、すごいいっぱいあるね。何でしょう、しよう、間開けて、ピーハロウィーン、ちょっとさ暗いよね、ちょっと照明ライトつけないとさ暗い気がするな。さてライトはつくのでしょうか。よし、あ、ついたついた。こんなもんかな。おはようございます、ハッピーハロウィン。みんな配信してる？そう、ちょっと朝配信だから何もできないからさ、カチューシャだけでも、ハッピーハロウィン。何これ、これは何だろう見えないよね。どうしよう、こうしてもさ、私はちょっと遠くしてる。なんかママが手に入れてくれてました。どこのなのかはわからない。謎の、何これは、コウモリみたいな。確かに真っ暗クロスケみたいではあるけど、ね、でも多分今さどこ行ってもさハロウィングッズってもうないと思うんだよね。
もうクリスマスが出てるでしょ。そう、ちょっと黄色とか着てみて、まあハロウィンかなみたいな感じです。かぼちゃ風コウモリ、うん、何なんだろう。目がチャラチャラ言いますよ。そう、ちょっと黄色とか選んでみました。黄色とか選んで、わかった。ちょっとさ、ムック、何ムック、ちょっとさ下で結んだらいいんじゃない。今日もリハです。したら結構ハロウィンっぽくない？どう？ハロウィンみたいじゃないですか。結構これで学校行くの、これで学校行ってみようかな、これで学校行ってみよう。あとさ、いい感じじゃない。ハリーポッターのコスプレは5000円で自分で用意した、自分で用意しました。多分5000円以内に収まってると思うけど、どうなんだろう。もしかしたらちょっと過ぎてる。一応ちょっとコスプレ、一応コスプレなので。でもこれ近かったら見えないから、ちょっと私遠く いらないといけない。そばかすメイクは誰がしてくれ、メイクさんです。メイクさんがこうやってそばかすを、さあ、そばかすさ、ある子めっちゃ好きなんですよ、私。そばかすさ、ある子めっちゃ好きだからさ、羨ましいんですよ、そばかすが。うん、えぐっちゃんとかもあるじゃん、そばかす。めっちゃ羨ましいんだけど。可愛くないですか、そばかす。そばかすなんて一切ありません。
ね、でもさ、ある人はさ、そばかすあるのが悩みって言う人多いじゃないですか。めっちゃ可愛くない？そばかすかわいい。キャンディーキャンディーってアニメ、え、知らない、知らないな。すごい今めっちゃ友達がインスタをめっちゃいいねしてくれてる通知がなんでこの時間に。ココちゃんはジャムポイントって書いてる。かわいいよね、そばかす。ハッピーハロウィン。やばいね、10月最終日はやばい、ちょっとやばいです、それは。ちょっと10月最終日はちょっとやばいかも。カレンレンも今、カレンレン何してるの？仮装ちゃんとなんかさ着てるなんかさ、最近カレンデンめっちゃ仮装してるじゃん。何してるのカレンデン。こういう感じじゃないおハロー、あ、おハウィン、おハウィン。あ、猫耳つけてるだけ。あ、よかった。よかった、よかった。それはよかったですね。みんなさ、寝起きの顔でさ、こんなのつけて、やばいよね。ツインテールしてくれてありがとう。ツインテール。なんかツインテールしたらちょっとハロウィンっぽくならないですか？カレンレン、小悪魔の角生えてました。あ、小悪魔の角生やしてたの。私はコウモリを生やしましたよ。これ真ん中に来るのが正解？違うよね、こうだよね。ラテラテハロウィン。いたずらしいちゃう。すごいいっぱい皆さんギフトありがとうございます。ちょっと読みますね。タオン魚さん、レインボースターありがとうございます。エミデージニアさん、かぼちゃありがとうございます。のりっぺさん、お化けたくさんありがとうございます。にしけんさん、お化けたくさんありがとうございます。ほたてさん、お化けありがとうございます。トールンさん、ハートありがとうございます。タオン魚さん、かぼちゃありがとうございます。たかひでさん、お化けありがとうございます。ブラさん、ハートありがとうございます。かんさん、タオン魚さん、マインドくん、ポテチーさん、お菓子ありがとうございます。マインドくん、お化けありがとうございます。のりっぺさん、野球ボールありがとうございます。マインドくん、かぼちゃありがとうございます。効果の福田さん、レッドファイブさん、お化けありがとうございます。ポテチーさん、お菓子ありがとうございます。ルゼムさん、お菓子ありがとうございます。 T さん、グーグーありがとうございます。福岡の福田さん、野球ボールありがとうございます。前野くん、ハートありがとうございます。香りっぺさん、のりっぺさん、お化けありがとうございます。香りっぺさん、レッドファイブさん、ポテチーさん、お
菓子ありがとうございます。福岡の福田さんハートありがとうございます。前野くんかわいいありがとうございます。レッドファイブさんお菓子ありがとうございます。門松ちゃんハートありがとうございます。マハマルさんかわいいありがとうございます。ポテチーさんザキザキザキさんお菓子ありがとうございます。今日この頃さん風船ありがとうございます。マハマルさんかぼちゃありがとうございます。前野くんハートありがとうございます。タエさんペンライトありがとうございます。マハマルさんお化け、大丸さんお化け、辛坊さんお化けありがとうございます。ポテチーさん お菓子ありがとうございます。今日この頃さんお化け、みちろうさんお化けありがとうございます。マハマルさんグレイとかありがとうございます。カオリッペさんレインボースターありがとうございます。ヒデさん近くさんお化け、しばっちさんお化けありがとうございます。マンマドさんコウモリありがとうございます。ヒデさんポテチーさんジジリンモさんお菓子ありがとうございます。西健さん和彦さんお化けありがとうございます。まゆさんお化けありがとうございます。ベリータンタンさん、マサルさん、ジジリンモンさんハートありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。リップでも塗ってみよう。ちょっとさすがになんかさやばい気がしてるんだ。ちょっと顔がうん、いてててた。ちょっと前髪を切らないとやばい。前髪少し巻いてるの、少し巻いてます。巻いてる。可愛すぎて朝からお腹発狂してます。結ばなくてもよくなってき、結んでた方がいい。朝ハロウィン、なんかさ去年もさ朝ハロウィンじゃなかったですかね。去年も朝ハロウィンにさリンリンリンカとした気がするんだけどさ、違う。やったよね。でもあれさ夜にやったよね。分かんない。リンリンリンカで朝配信してたのがハロウィンの日、それかハロウィンの次の日分からないけど、リンリンリンカと去年はハロウィンをやった気がする。そう、リンリンリンカの、あのコスプレを借りてキョンシーになったんだよね確かそう、
こんばん、こんばんはって言っちゃった。おはようございます。ピーハロウィン。鼻で笑うの久しぶり。めっちゃ鼻で笑っちゃう。なんか鼻で笑って、鼻で笑ったねってめっちゃ言われるんだよ。鼻で笑ったね。鼻で笑っちゃうの癖があるから。メイク、なんかそう血のりをさつけたりとかしてめっちゃ本格的なやつやったよね。私あんな本格的なメイクやったことなかったけど。ビーハロウィン。今日は頭に変なやつをつけてます。コウモリ。ハロウィンの夜にリンリンリンガとコスプレ、やっぱりそっか。タロウさかなさん、パンプキン、ありがとうございます。寒い。めっちゃ友達の声がした。今なんか近くに友達の家があるんですよ。それでなんかその友達がね、なんか私の、まあ、リビングにダイニングテーブルがあるんですよ。それでこうダイニングテーブルの椅子を引く音が友達の家まで聞こえてるらしくて、そう。すごくない？だから今に誰か立ったんだなって分かるらしいですよ。そんなに聞こえるんだね。そんな激しくさギーって弾いてないんだけどさ、普通にねやってるだけなんだけど、 めっちゃ聞こえるらしいよ。昨日言ってきた。いやそんなに近い、まあ確かに近いは近いけど、うん、まあちょっと距離あるんだよね。まあ近いけど。めっちゃこんな家と家の隙間こんなんとかなわけじゃないんですよ。全然走って、まあ、20秒くらいで着くみたいな。20秒もかからないか。そうだからなんかダイニングテーブルの椅子の引く音がめっちゃ聞こえてるらしくて、びっくりしました。始まなきゃ豪邸。豪邸じゃないですよ。豪邸じゃない。なんか意外と中入ると、そう、そんな広くはないです。二世帯住宅。二世帯住宅ってさどういう感じ？二世帯住宅ってどういう感じ？住居か。おばあちゃんと住んでるとかいうこと。隣におばあちゃん家が。いや隣ではないんですよ。近いけど、めっちゃおばあちゃん家なんて走って10秒で着くけど、
坂降りるだけです。坂降りるだけで着く。でもいつも行ってるおばあちゃん家はまあ近いけど車で行くくらいの距離で、もう一人のおばあちゃんはすぐです。だから友達すぐそこ、まあ、すぐそこまして20秒くらいの家の友達は年賀状とかはもうお互い自分でポストに入れに行く。もうわざわざポストに出さない、郵便のもうちょ見てないかなって確認して入れて走って帰ってきます。年賀状とか家が近いから、ちょっと笛でさ入れるところ見られてたらちょっと恥ずかしいけど、でも日曜日だいたいお出かけ行ってるから日曜日に入れればねだいたいいない。いつもお出かけ行ってる日曜日が穴場。それで見られてたらちょっと恥ずかしいんだけど入れるところとか。なんか毎年年賀状くれるんですよその友達。多分その友達も自分でポストに入れに来てるのね絶対に。コピーアイドルしてることどう思ってる？なんかめっちゃ自慢らしい、自慢してるらしいですよめっちゃいろんな人に。友達がアイドルなんだよって自慢してるらしい。生誕祭に見に来ていた友達の一人、そうそうです、その中の一人の子とめっちゃ家が近いんです。生誕祭来てくださってた方はわかるかな。いつも一緒に歩いている子、あ、そう、いつも一緒に歩いて学校行ってる子もその子です。この髪の毛のさこのボワン、なんかすごいパサパサやばい。コッペ仲良しのその友達、高校は、高校は別れます。高校は別れます。でもその仲良しのお友達、その生誕祭見に来てくれた友達との、まあ、グループラインがあるんですよ。4人入ってる。でほぼ毎日動いてるからいつもラインしてるよ。しかも何かあったらすぐそこにLINE しちゃうのね、グループ LINE に。私めっちゃ LINE するんですけど、 LINE するの好きなんですけど、近所の友達は誰推し？誰だっけ、誰って言ってたのかな、誰が可愛かったって言ってたっけな。なんかこの間私の生誕祭見に来てくれてたんですよ、リサキ。なんかめっちゃリサキの TikTok が流れてくるらしくて、その子のあれにもリサキちゃんがめっちゃ可愛いって言ってた気がする。なんかか、そう、藤子子も可愛いって言ってた、花さんもめっちゃ可愛いって言って、生誕祭終わって
何日間かずっと生誕祭の話しかしてなかったです。誰々が可愛かった、もう曲全部覚えたよって。この間ココテンめっちゃ大合唱してたし。藤子くんめっちゃ可愛いって言ってたよ。やばい、58分です。ありがとうございます。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、ザキザキザッキーさん、ありがとうございます。12位、トールンさん、ありがとうございます。11位、ヒデさん、ありがとうございます。10位、シバッチさん、ありがとうございます。9位、タンオサカナさん、ありがとうございます。8位、レッドファイブさん、ありがとうございます。7位、カオリッペさん、ありがとうございます。6位、MJ ジュニアさん、ありがとうございます。5位、チカクさん、ありがとうございます。4位、マイノくん、ありがとうございます。3位、ノリッペさん、ありがとうございます。2位、ハーマロさん、ありがとうございます。1位、ポテチーさんでした。ありがとうございます。ということで、ちょっと今日は朝からカチューシャつけて配信してみました。見てくれた方ありがとうございます。ちょっとじゃあ自然に切れるのを待とうかな。ありがとうございました。今日は水曜日、木曜日、木曜日、木曜日頑張りましょう。木曜日、なんかテニス習ってた時さ、テニスいつも木曜日にあったからさ、なんかテニスの日っていうイメージがまだある。木曜日にはテニス習ってた日、木曜日だったんだよね、練習の日が。テニスの日です。切れない、もしかして。え、もうさ、なっちゃった時間に。なんで切れないんだろうね。あ、なったなった、なってるじゃん。あれあれ。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。自分で切っちゃいます。バイバーイ。